はい、お疲れ様。ただいま。ってことでね、はい、お疲れ様です。乾杯。カフェタイム&一服。暑いね。やばい今日。ああ、暑いね、ポッチャー。30度だって今日。30度。夏やわ。てかもうこれ梅雨明けのすんちゃうと思って。もう梅雨明けやね。またね、ホットな夏が来ますよ。ああ、暑い。ね。さあ、今年の夏はどうします？去年は旅行行ったしね。旅行もさ、いいけどさ、ね、近場でさ、一泊使うぐらいがちょうどいいかもしれないね。よかった、天気が良くなってね、こっちはね。今日さ、なんだっけ、さっきさ、ポーチさん食事行ったやんか。それで、なんていうの、向かってる時さ、ちょっとね、久しぶりねと思ってさ、久しぶりでもないか、ね、いつも行くけどさ、ドンキはさ、久しぶりだったやんか、今日。ね、あの時さ、曇ってたけどさ、今になってこれですよ。もうカンカンでいいですよ、そこ。ね。ごめんね、ポーチさん。最近さ、天気悪くてさ、ボディケアできなかったからさ、今度しますわ。今日ちょっとね、この後ね、ちょっと行かなきゃいけないからね、ごめん、時間がなくて申し訳ない。土日はね、もう常にね、デートだもんね。あーつ。今日ね、あれじゃない？結構焼けてるね。私日焼けガンガンするけんさ。でもさ、テニスやってればさ、焼けるじゃん、普通に。この間の海曇ってたもんね。プレミアムですよ、ね、モルツの CM か。このね、爽やかなね、ウィンドウがいいね。あれウィンドウだっけ、風ってウィンドウだっけ、どっちもいいよ。あーマジ気持ちいい。デートするのが好きだからね。あ、好きなことだね。好きなことで生きているからね、我々はね。好きなことで生きている。好きなことでさ、生きていくってのが一番いいよね。生きていくじゃなくて、生きているがいいよね。いるもんね、我々はね、好きなことで。自分のやりたい時にやって、飲みたければ飲むし、食べたければ食べるしっていうね。これはね、我々のスタイルやけんさ。これはね、ずっとね、昔から変わらんけんね、我々は。まあね、今後もね、それが一番いいと思うよね。自分のやりたいことをやるっていうのがね、一番ですからね。これ、煙いっちゃう。こういうことだね。仕事して好きなことできる、それが最高。もうプレイ上の思いだ、ほんまに。あ、そう、さっきさ、ドンキ行ったやんか。それでね、俺ライター見とったんよ、久しぶりに。懐かしいね、デュポンがあったじゃん、ポイズちゃん。ちょっとお金使わんと、お金使わんと、ちょっとね、デュポンがあったよ、今日ちょっとね、夜で見てみれば、デュポン、ハマったね、あれね。めっちゃハマった、デュポン。懐かしいわ。ごちそうさまです。はい、こんな感じ。